はい、エブリワン。ティシーズドキー。世界には基礎天外で謎の場所があります。その中でも特に有名なのが北大西洋の西側に広がるバーミューダトライアングルです。こちら地図で赤くなっている場所はアメリカフロリダ州です。このフロリダ州の海に向かって沖合に。 バミューダトライアングルがあるんです。こちら、ト期書いてみたんですが、フロリダ州、それからバミューダという場所があり、さらにプエルトリコがあり、これを三角形でトライアングルにしたのが、バミューダトライアングル、海ですね。と言われておりますけれども、これら、正確な位置や大きさについては、意見が分かれるところなんです。一つだけ同意できるのが、UFO、UFO や奇妙なポータル。 説明のつかない空中現象など数多くのミステリーが飛び交う場所なんです。特にこの地域は昔から不思議な状況で船や飛行機を跡形もなく飲み込むと言われております。バミューダトライアングルで謎の失踪事件と呼ばれるものはいくつかあるんですが今回はウィッチクラフト号と呼ばれる豪華なヨットの失踪について取り上げたいと思います。この船はウィッチクラフト号っていうのは名前は 魔術とか魔法の意味があります。ウィッチクラフトっていうんですね。で、ヨットは豪華なヨットだったそうです。で、沈まないヨットということで特殊な浮き輪を取り付けた7メートルのヨットだったそうです。1967年12月22日、クリスマスも差し迫る中、不動産王でホテル経営者、ベテランのヨットマンだったダン・ブラック。彼は友人の神父さん。 パトリック・ホーガンと共に、このフロリダ州マイアミに自分の止めてあったヨットに乗って、まあ沖に出たんですね。ちょうどクリスマス時期なので、この岸、マイアミにクリスマスのイルミネーションが結構飾られているので、それをヨットから見ようという計画だったそうです。フロリダ州の冬の気温など調べてみたんですが、20度ぐらいだそうです。まあ、 まあ、肌寒い時もあるかもしれませんね。風は結構ある場所なので、それでもやっぱり暖かいんですね。20度を切ることはほとんどないと言われておりまして、まあ、冬になると曇り空が増えると言われております。まあ、それで12月といっても、ヨットでこう繰り出すことができるわけですね。そしてマリーナから、このヨットが止め立った場所ですね。1.6キロ、こう船を出したところで、正体不明の物体にぶつかり、なんだか船の部品が曲がったかもしれないということで、 このヨットの持ち主、ブラック氏は、マイアミの沿岸警備隊に通報してるんです。沿岸警備隊は軍隊にこう格上げされたので、今では米軍の一部です。夜9時頃、マイアミ沿岸警備隊に対して電話があったんですね、このブラック氏から。状況を説明しているんですけれども、この時、彼はむしろ落ち着いていて、緊急事態というふうには捉えていないようでした。この時ブラック氏は、水中で何かにぶつかったと言っており、 もう一度港に戻りたいと言ってきてるんですね。それで支援をしてほしいと要請してきたんです。すごく冷静で穏やかに、まあその状況を話してきたと、こう沿岸警備隊の方はおっしゃっています。それでこのマリーナ、港の沖合には V がいくつも浮かべてあるそうなんですね。ちょうどこのウィッチクラフト号、このヨットは V7 と呼ばれる場所にありました。で、ブラック氏は沿岸警備隊に、まあ、夜ですから、 位置を特定するために照明弾持ってるからそれをポーンと上げるんでそれめがけてきてほしいと言ってるんですところがいくら待っても照明灯が点灯してこなかったんですねところが沿岸警備隊はとにかく行かなければいけないということで V7 の方にま向かって行ってるわけです通報からわずか19分後に言われた場所に到着しているんですけれどもそのヨットも2人の男性も全く見当たらないんですね もうびっくりしていくら探してもいないんで、その後6日間で、延べ数百隻のボートと飛行機で、この辺りをくまなく探したんです。ところが、ライフジャケットも遺体も漂流物も一つも発見されてないんですね。同様に、この避難したいと言ってきたこのヨットからの連絡もなく、遭難信号もなく、付近の他にま出していたボートの人たちも、遭難したようなヨットを見ていないんです。 で、完全に穏やかな話し方をしていたので、沿岸警備隊も大丈夫だろうという感じで、まあ動いてるんですが、でも19分にはついてるんですね、19分後には。天候も穏やかで、遭難するようなことはないんじゃないかって言われてるんですが、水中で何かにぶつかったと言ってたので、きっとまた何かにぶつかったんでしょうね。ところがこのブラック氏は、 もうベテランのヨットマンであり、自分のこの大切なヨット、ウィッチクラフト号を沈没させないための特殊な浮力装置を内部に装備して設計して取り付けてたそうなんですね。あの、まるでコルク船のようにワインをこう締めるコルク船。あれは水中に浮かべても、パカーッと浮いてくるようになってるそうです、このヨットも。たとえ大破して浸水して沈んでも、このヨットの一部は必ず 海の上に、水面上に残る仕組みだったそうです。ところがそのヨットがあった痕跡さえなかったんですね。こういった船は損傷したり破壊されたりした後も沈没したはずの船体がプカーっと海面に浮かんでいることが多いそうです。ところがその痕跡残骸も全くないんですね。さらにブラック氏は安全マニアと呼ばれていて、救命具をたくさん積んでおり、特殊な浮力のクッションとかもたくさん積んでいたんですが、 全く見当たらないんです。ですから、この沿岸警備隊もウィッチクラフトとそのクルーについて、彼らは行方不明と思われるけれども、海で行方不明になったんではないんじゃないかと言われてるわけですね。なぜ助けを呼んでたのに途中で急に連絡してこなくなったのか。なぜ漂流物も一切ないのか。 全くわからなないままなんですこの事件はこの海のミステリーの歴史の一つと言われております、まあ。バミューラトライアングルに起因すると言われてるんですけれども、まあ、突然の例えば短時間のスコールとか荒波や異常な海流とかそういったことは全くなくって である一説によるともしかしたら海の底にいる巨大な海の怪物に遭遇し襲われて海の底に引きずり込まれたんではないかという人もいるんですねところが全くそういった、うん、そうですねそういったことももしあったとしても船の一部ぐらいは浮かんでくるだろうっていうんですこの乗組員たちこのブラック氏とそのお友達2人もいなくなってしまっているので、まあ、この先も この謎が解けることはないだろうと言われております。皆様はバミューダトライアングルで船に乗ってみたいでしょうかトーキーはちょっと怖いので、まあ、バミューダトライアングルは避けたいかなと思っております。ま今回はバミューダトライアングルで消えたヨットについて少しお話をしてみました。もしよろしければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではおやすみなさい。